何でもいいと書いてあります。そうです、そう指令を受けました。このペンダント私が盗んだんです。なぜ、何、藤原鳴海はルポライターとしての顔も持っているとでも言いたそうだな。見すぎちゃったんだもん。トーマさん、佐久間作のミステリー小説入ってんじゃないですか。小原ブレイジさんに1票で。皆さんの投票の結果、最も犯人であると疑われたのはレイジさんです。では以上の結果に基づいてエンディングに参ります。私はね、佐久間作と言うんだ。ペンネームは。そっちか。レイジは本名。殺しはやっていないよ。欲に目の絡んだ人間の姿というのはこうも見にくいのか。それじゃあ一体誰だっていうの。確か犯人の条件は2つでしたね。アリバイがない人物だけじゃねえのか。それだけだと絞り込めないわ。ほとんどの人間にアリバイなんてないのよ。まず2階から瑛太さんを窓から落下させることができた人物だから。2時に私と美穂さんが廊下で聞いた音が犯人が瑛太さんを2階から下に落とした音だね。レイジさんと美穂さんは外れるわけね。カノンさんも薬のせいで起きられないはずだから外れるか。凶器を持ち出したのは明らかに瑛太さんでしたね。その凶器の包丁を隠すことができた人物さえ分かれば。瑛太さんの死体が発見される直前までキッチンに包丁がなかったのを私とレイジさんが見てます。でもさ、包丁キッチンから出てきたよな。そうか、そこに気づくことができれば犯人足りえるのは最初から一人しかいなかったのよ。さすが推理小説の読者たちと作家先生です。確かに包丁をキッチンに戻せたのは美穂さんが私たちを呼びに来てから焼却炉に向かうまでの間しかありえない。私を脅して命令をしていたのもあなたですか。ん？トーマさんの正体ってまさか藤原鳴海先生なの？いえいえ、それは違います。藤原鳴海先生はどこにいるのよ。合わせなさいよ。先生ですか。それはこれです。それってまさか鳴海先生はアプリだったとか。お前バカか、そんなわけないだろう。今通話が先生とつながってるってことよな。いいえ、紬さんの方が正しいですね。いやマジかよ。正確にはこの中のクラウドに同期されている人工知能です。我々の編集者は科学者と手を組み小説家 AI を作り出した。自称声優。彼からすれば賭けなんです、みんなが来るかどうか。うでも来てくれたからすごい楽しくてしょうがなくて、僕の好物のお酒を飲んでるって飲み会に参加するし、エイタとも会話が楽しいって記憶しかないんです。彼そうなんです。僕楽しく文学の話で盛り上がったな、お風呂まで行っちゃって一緒になんですけど、エイタはその足で包丁を取りに行ってるっていう。おかない話だ。おかない話です。そう、ただ問題はもう一つ、3つ目、これが一番大事な情報です。ことは部屋で起きたんですよ、トーマスの部屋で。そこで、まあ、差し返した結果何とかして、まあ、故意じゃなかったとはいえ人殺しちゃったからパニックになって証拠隠滅しなきゃと思って、うん、エイタの部屋にまず運びます。こっから落とせば焼却炉前だから運ぶの楽になると思って落とします。で落としてで、ドア前だったから開かなかったんですよ。あなたが聞いた開閉音は開けて出て焼却炉内入れるっていう音だったんです。で帰るときは扉から入れる、扉が開かなかったから窓から出ます。でその後入れて包丁抜きます。ではこの包丁どうやって処分しようか。戻るじゃないですか。キッチンに戻そうと思ったら、レイジさんとカノさん起きてたんですよ、うん、そうで彼慌てて隠してます。20分間あなたたちと包丁を持ったまま談笑してるんですよ、この人。へー、まあ、キッチン行けないんです、2人がいるから。行けないです、行けなくて。で
リュウジさんがキッチンに包丁がないって確認したの2時過ぎなんです。2時過ぎでそのままカノンさんと談笑してて、確かにトーマさんは来たけどキッチンに入ってない。でも調査開始したら山荘に包丁キッチン戻ってるんですよ。戻ってるっていうことはいつ戻せたのか、死体発見時しかないんですよ。はあ、でここで里谷さん、あなたはすごくいいことに気づいてたんです。トーマさん外から帰ってきませんでしたって言ってたじゃないですか。はいはい、外からじゃないんですあれ。今回1階組と2階組で呼ばれるスピードが変わるはずなんですよ。ミオさんは1階から入ってすぐ呼んで出られるから絶対早いじゃないですか。で里谷さんは2階組起こしてきてるから遅いんですよ。でということは先にもうミオさん、カノンさん、レイジさんってもうついてるんですここ。なるほど。そのタイミングでいたからあなたの前をこの人走ってるんですよ。キッチンにナイフを隠してるから。そうです。包丁隠してるから遅いんです。そうなんです。自称声優、気になる本編の続きは DMMTV で配信中です。チャンネル登録もしてね。チャンネル登録、あ、YouTube のってことなんですね。 YouTube の YouTube の切り抜きはダメだ、切り抜きはダメだ。